11月20日、滝沢襲明氏41のエンターテインメント会社 o b が公式 SNS を更新。元キングプリンスの平野章26、神宮寺優太26、岸優太28の3人が結成したナンバーアンダーバーアに関するロゴ類似騒動が解決したことを明らかにした。 発端となったのは、10月15日に発表されたナンバーアンダーバーアイの N と I の字を主体にデザインされたロゴマークが、人気ロックバンドザ・ボーンズのロゴに似ていると SNS で指摘されたことだった。ザ・ボーンズの所属事務所株式会社パラドックスも事態を把握。10月19日配信のスマートフラッシュ の取材に対して話し合いは、これからと答えていた。そして今回、11月20日に 2B と TheBones は双方の公式 SNS で、方針が決定したことを発表。2B は騒動に対してお詫びのメッセージを綴った上で、ファンの皆様と旗印を、互いに何よりも大切にし続けるという点で共感し、 今後も、ナンバーアンダーバーアイのロゴを変更することなく、活動を続けていくことを合意いただきました。と、ロゴの変更などはないことを説明。ダ・ボーンズは、10年以上背負ってきた N ロゴと確かに似てはいるなぁと思った、と率直な意見を述べつつもナンバーアンダーバーアイのロゴデザインを尊重し、 これも何かの縁としてファン同士がお互いの音楽を知るきっかけになったら素敵なことじゃん。彼らの楽曲が出た際には俺たちもチェックしてみるよ。と、ボナー、ボーンズファンの愛称に対してポジティブなメッセージを送り、騒動は円満に解決した。女性紙編集者は話す。トゥビーは公式 X、Twitter と公式 Instagram の両方に、 ロゴ騒動に関するメッセージを掲載しました。そして、ナンバーアンダーバーアイの面々はこの騒動に関して、インスタグラムを利用している平野さんと神宮寺さんの二人は 2B の投稿に、いいね。するだけで特にメッセージなどは出していませんが、岸さんは同日に X を更新し、注目を集めています。岸は 2B とザ・ボーンズのメッセージをそれぞれ、 引用リポスト、しナンバーアンダーバーアイのグループロゴに関しまして、それぞれのグループを応援してくれたら嬉しいです。と、一文を添えてポスト、投稿、した。騎士の報告には、騎士くん報告してくれてありがとう。ナンバーアンダーバーアイの名付けの親であり、やっぱりあなたがリーダーだよ。 岸くんからこのお知らせが来るとは思わなかったけどありがとうすべてにおいて素敵な事務所。といった声が多く寄せられているほか、岸くん報告というワードは X トレンド入りを果たした。注目すべきは 2B、ザ・ボーンズのポストと、それを引用した岸さんの引用リポストのリポスト、いいねの数字です。 これらの数字が大きい方が拡散力があるということになりますが、岸さんの投稿の数字は、o b の公式 X よりも上回っているんですよ。前出の女性誌編集者。11月20日午後3時の時点で、o b のポストはリポスト数1.1万、いいね数4.6万。ダ・ボーンズのポストはリポスト数1万、いいね数3.5万。 対する騎士の引用リポストは、2B の引用がリポスト数1.2万、いいね数6.3万。The Bones の引用がリポスト数1.4万、いいね数7万。オリジナルよりも高い数字を出しているのだ。n o i のメンバーでも、特に人気バラエティ番組出演などの影響で好感度の高い騎士が、引用リポストしたことは、 拡散力に大きな影響を与えたのは間違いないだろう。もちろん X と Instagram という媒体の違いもあるのでしょうが、今後 n o イが重要な発表などを行う際は、岸さんが広報のような存在になるかもしれませんね。前出の女性誌編集者。騎士は金プリ時代からハキハキとした口調や反応の速さ、 話を広げ抵抗と拾いまくるトークスタイルで親しまれてきた。近畿キ,キッズの道本つよし44もきが2019年に近畿キ,キ,キッズどんなもんや文化放送に出演した際に聞き上手っていうか乗せ上手っていうのか僕の中では広報と呼んでると太鼓板を押していたこともある。 また、岸さんの X のポストは、腹減った。のように、多様した文体が特徴的ですが、これは岸さんが X を解説する前、旧ジャニーズ事務所、兼、スマイルアップ、の公式ブログ、現在は削除済み、時代も同じだった。当時は有料ブログだったので、岸く君公文は一部のファンにしか知られていませんでしたが、 6月19日にちくわやかにかまで有名な食品メーカー、気分、が岸さんの文体に似たツイートをしたところ、これが大バズりしたこともありましたよね、全道それを受けて三和通商や学児出版、阪急交通社、長屋や遊波味覚等などなど、数多くの有名企業がこぞって、岸士君公文を真似して便乗合戦が勃発。 長屋は、シャープ騎士君公文パワーでビビってます。と、6月20日に再度投稿。大盛り上がりとなった。その多数の企業が被せていくやりとりは、友人同士のもののようでしたよね。騎士さんが自身の X を立ち上げたことから、ますます騎士さんの発信に注目するファンや企業も増えていくことでしょう。実際に、先日、 岸さんがフランクフルトの写真を X に投稿しただけで、全国のコンビニでフランクフルトが爆売れしたこともありました。インタビューや会見では平野さんの発言が目立つことが多い印象もあるナンバーアンダーバーアイですが、実は広報業務においては、グループで頭一つ抜けた影響力を誇っているのは、岸さんかもしれませんね。全道キンプリ時代。 グループのリーダーだった騎士。ナンバーアンダーバーアイでは、広報担当としてグループの最新情報を拡散してくれるに違いない。オーグジャパンとイブサンローランがコラボした企画でのショット。威力はその人それぞれから自然と出てくるもの、騎士。